王子飾りの民謡を考えよう。じゃがじゃん。はい、高知和崎と民謡考えようの時間やってまいりました。パチパチパチ。本日は5月の26日木曜日となっております。沖縄の天気は晴れのち曇りということですね。はい。また今日も1時間ですね、たっぷりとゆるくやっていこうと思いますのでね、運転している方は安全運転で、ね、お食事してる方は栄養をつけて、休憩なさっていただきたいと思います。では、本日から、来週金曜あ木曜日までね1週間スケジュールちょこちょこ行っていこうと思いますが、本日木曜日は、新都心おもろ町ですね、那覇市の新都心にあるパイカジ本店さんに、行きます。7時から10時もいますのでね、遊びに来てください。そして明日金曜日は、那覇市松尾にあるお菓子御殿さん、ね、こちら7時から40分間そして、8時から40分間2ステージとなっておりますからね、遊びに来てください、ね、お電話してからがいいかもしれないですね。観光客さんも多いですからね、あちらの方もパイカジさんもそうなんですけども、そして、土曜日、こちら僕ちょっとイベントが入ってましてお休みしておりますね。では29日日曜日は那覇市にあるね東町ですね、歌姫金子より子さんね、娘陣長などでもね、おなじみ有名になりました金子より子さんのお店歌姫、29日8時から、日付変わっての夜中の2時までいますね、民謡コテコテの民謡などもねいろんなメンバー揃えてね歌ってますのでねよろしくお願いいたします。そして月曜日から木曜日までパイカジ本店さんとなっておりますのでね、はい、1週間、もう6月もあ6月じゃない5月も終わりますね。はいですね、もう6月入ります。あと半年しかないですね。いいな、そんなことを去年も言ったような気はしますけどね。まあ近々の、ライブ情報といえば、6月の5日がですね、那覇市平和通りのね奥突っ切ったところに冷やみかち町ごわ館っていうね、ところがあります。そちらの方でですねイベントシーメンズでございます。時間は1時と3時2回公演です。1時間たっぷりありますかね、それも無料ね。こんな派の、ね、平和通り内をね盛り上げようということですね、開催しております。ぜひともね、冷やみかち町ごわ館シーメンズライブ見に来てください。そして次の週の土曜日、6月18日ですね、こちらの方は那覇市にある、イオンさんね、オロクジャスコって分かりやすいですかね、イオンさんの方で、ございます。ですね、時間が、11時半と3時
でしたかね、ちょっともうちょい調べてから、やっていこうと思いますが、シーメンズ父の日ライブということでですね、開催します。お父さんね、いつもご苦労様ということですね、イオンジャスコ那覇でね、オロクジャスコね、来ていただきたいと思います。11時半と3時ですね、2回公演となっております。ぜひとも遊びに来てください。そして、その3時のライブ終わってまた僕すぐ移動します。これこちら、あれ見えない、このポスターね、こっちポスターあるんですけども、場所はですね、キャッスルハイランダーさん、うちの師匠と与辺勝子さん、山内正弘さんね、このね大御所さん3名がね、父の日ということですね、ございます。お食事付きで4500円ですね。食事もついてね、ライブを見れて、この値段となっておりますのでね、ぜひとも、遊びに来てもらいたいのですが、時間がですね、6時半会場、7時からお食事タイム、その後に、ライブがございますのでね、夜ゆっくりね、お食事しながら、旅に来てください。ね、では、そのチケット、ね、お問い合わせなどもね、お伝えしていこうと思いますが、チケットはですね、キャッスルハイランダー内、お電話番号098-972-4143、キャッスルハイランダーチケット問い合わせ、974-4143、こちら結婚式場となっております。良い嫁さんね、ということで、かけておりますのでね、ぜひとも、チケット6月10日までにチケット購入された方はテーブルの指定ができます。10日までに、問い合わせない場合は自由席となりますということなのでね、また子供お子様は2500円、小学生までがですかね、はい、どうぞ一緒にご家族ね、一緒にね、遊びに来てはどうでしょうか。まあ、近々の、僕の告知はこれぐらいなんですけども、もうその日はね、朝から夜までちょっとずっと伊東那覇からね、那覇に行って、またキャッスルハイランドね、ちょっと遠いのでね、あそこまでまた行って頑張っていきたいと思いますのでね、よろしくね、お願いしますね。遊びに来てください。ではまずまた曲、かけていこうと思いますが、まずこの歌からいきましょうかね。食い語れ、ね、歌っているのはテルヤ監督さん、こちらの方から今日の1曲目かけていこうと思います。では食い語れお聴きください。では食い方でどうぞ。Thank you.
はい、食い方例語は食い方例節、お届けいたしました。やっぱレコードっぽい音がいいですね。この昔の、僕もレコード持ってるんですけどね、やっぱりなんていうんですか、この時代っていうんですかね、この音がいい、好きなんですけど、すぐ終わっちゃうんですね。このリピートができないので、ね、またすぐ買いに行かないといけない。これがね、また楽しいのでもあるんですけどね。で、また、続く、かけていこうと思いますが、続いては、新里メドレーを、お聴きください。こちらの方も、テレカノクさん歌ってます。では、新里メドレーを。
新里目というお届けいたしました。ではですね、こちら2来の、告知の方もしていこうと思いますが、一番早いのはこちらかな、沖縄演劇学園ということですね、こちらの方、ね、八木正雄さん受講生募集ということですね、沖縄芝居のね、学校学園を開くということですので、ぜひとも沖縄の力士ね、八木正雄さんね、もういろんな劇をやってきている大御所さんです、ね、この方がですね、教える習わすということなのでね、ぜひとも、募集してみてはどうでしょうか。気になるよという方ですね、ぜひとも、こちらクエストの方までお電話ください。098-957-1119、 お問い合わせ番号098-957-1119、八木正雄さんのね、沖縄演劇学園受講生募集、夢をつかみたいもの来たれということですね、ぜひとも応募お待ちしておりますそして、6月18、19日、2日、海洋博公園でですね、アニメソングの歌手によるね、ライブイベントがございます、ね、ドラゴンボールのね、チャラヘッチャラとかね、ワンピースの主題歌、そして、少女革命ウテナ、ね、主題歌などね、豪華ゲストで、いらっしゃいます。海洋博、ね、夕日の広場特設ステージにね、こちらの方でございますのでね、またシャトルバスなどもね、ありますのでね、7時から9時まで、ございますので、どうぞお子様と一緒に歌ってみてはどうでしょうか。6月18、19日となっております。そして、もう一つ、島歌つなぐ平和の湯ということですね、こちら二来家内センター、二来センターの方でね、家内ホールの方でございます、会場が6時、開演が6時半、6月19日でございます。一般の、料金1500円となっています。そして、高校生以下は500円となっておりますね。ただ、当日となってしまうと、ちょっと割引、500円増しになりますね。そして、こちらからのまたお願いなんですけども、3歳以下のお客様ですね、入場はご遠慮しておりますということなのでね、よろしくお願いいたします。豪華ゲストですね、知南貞夫さん、松田博一さん、大子娘さん、そして湯の葉徹さん、島袋達也さん、松田忍さん、そして中曽根はじめさん、ね、この豪華ゲストで、ございますのでね、どうぞ遊びに来てください。お問い合わせはですね、098-936-3492、電話予約の方は098-936-3492、知多二来センター内までね、平日9時から5時までね、の間にお電話くださいませということですね。はい、まあ、こういうぐらいが告知になってますかね。では、一曲いきましょうかね。何がいいですかね。ではでは、よいしょ、これね、ちょっとあんまり歌ったことないんですけど、やってみようかなちょっと思って、ちょっと心配なんですけどね、前行ってみましょう。よし、スンガブシ歌ってます。
よし、じゃあ行きましょうかね。スンガー節お聞きください。父なきおりばよちんとためがたごやくむたちよたぼりぼんじりなたれないちゃすんがすんがよ海んぞやぶんちにに秋よちんとうちちなきうんりふみしわねしゅんどぶんじりなたれなすんがすんがためがたごやくむたさりきともてよわんねまちやかじかじに恋がみぐたしがよねらんどあるもんないちゃすんがすんがいなかならわしやねらんちしよんよちんとこのちはやなはの医者にかかりよおらんのあるもんないちゃすんがすんがながりはいかわにいしをきてんちゃみよちんとさとやわがくくるひらきよんちゃみあんわよさとないちゃすんがすんがあんわよさとないちゃすんがすんが選ぼうゆりの花アメリカに咲かちありこのウリがくがりばな島によさかさあんわよさとないちゃすんがすんがいかに横浜の波やらさ秋もやりこのゆりやしきるなよ島のよだからあんわよさとないちゃすんがすんがゆりちょくてあしばさだちょくて
ほらさやりこの陰に働ちょきうちうよわたらあんがよさとないっちゃしゅがしゅがゆりやしま育ちわきゃんしま育ちやりこのえらりえらばらのものよなゆりあんわよさとないっちゃしゅんがしゅんがあんわよさとないっちゃしゅんがしゅんがやさすはい、スンガー節から、選ぶ百合の花、お届けしました。多分ねちゃんとできてないでしょうね。スンガー節あまりもうちょっと勉強しないといけないですね。ではあと1曲何かいきましょうかね。何がいいですかね。じゃあこれにちょっと挑戦してみようかな。よいしょ。栗の花いきましょうかね。恋の花と書いて栗の花。おい、今日クーラーが効いてすごく寒いんですけどね。では行きましょうかね。では栗の花、起きなさい。
一心わがまくら花の恋しややがてとぼさ花の恋しややがてとぼさ車まで、お届けいたしました。ではですね、また曲に移っていこうと思いますが、続いての曲はですね、こちら行きましょうかね。愛の雨傘ね、前川長昌さん歌われています。愛の雨傘ではお聴きください。
はい、愛の雨傘をお届けいたしました。ではですね、時間もねある限り曲かけていこうと思いますが、続いてはですね、チャースガヤ、ね、あります。チャースガヤどうしようかねって言ってるんですかね。そう、今日標準語にしたら今日どうしようかね。ではチャースガヤ、お聴きください。はい、チャースガヤ、お届けいたしました。チャースガヤと歌ってますね。いいですね。ではね、ここ続いても、行こうと思います。千奈テイさんの歌だからかけていこうと思います。全然ダメっていうことですね。全然ダメなんですけどね、おちな風にしたら全然になるんですね。全然全然ダメ。ではね、お聴きください。これね、関西弁もねちょこっと入ってますね。では、そこの方もね聞きながらね探してみてください。では全然ダメ。Thank you.
はい、全然ダメ、ね、お届けいたしました。今どれぐらいのキーで歌ってるのかなってちょっと調べてみたんですけど、すごいですね。5、調子笛なら5言ってますね。中南で言ったら C フラット、F フラット、C フラット。このぐらいですね。いや、出るんですね、やっぱね。昔の方々は、やっぱ高く、キーを上げた方がね、より遠くまでね、届く、声がね。ということでね、上げていたと言ってますね。昔は、マイクなどもない、スピーカーなどもない時代、自分の声だけがですね、頼りということですね、より高くして歌っていたと言われてますね。では、あと一曲いきましょうかね。二心上節。いきましょうかね。では、二心上節。聞きください。はい、二心上節お届けしました。
頑丈フル頑丈ちゃんなぎれということですね。ではですね、時間もやばいですね。では、今週もですね、こういう感じで終わっちゃったんですけども、またね、来週ね、1週間ね、皆さんが元気にね、お過ごしできるようにね、僕も頑張っていこうと思いますのでね、ライブなどもね、見に来てください。ではね、本日も、いろいろやりましょう。いかがでしたでしょうか。ではね、またね、来週までね、皆さんと会える日を楽しみにしております。では、またね、バイバイ。